今回の撮影は松永のアトリエで行われた。アトリエで松永の作品を見て回る喜び、さらに松永のコレクションルームも興味深げに見学した。作風がね、すげえ生きてるね。では対談に戻ろう。話題はチームラボの最新作について、高さ 2.5 メートル、横幅5メートル近い大きい、スクリーンがこう7枚ぐらいあって、その空間全体でカラスが飛び回るみたいな、飛んで、死んで花になっていくっていう作品ですけど、もう結構パニパニなんですよ。パニパニ。何を見ていいかがもはや分かんないし、今自分はどこにいて何を見てて何をしてるのかすらちょっと分かんなくなる。本当パニパニになる感じで、でもわーとか泣いてる子とかいて、見てて、わーとかパニパニになりすぎて、うわーとか泣いてる。パニパニ全然これパニパニって何ですか、さっきからパニパニ。なかなかすいません、はい、ね、パニパニ分からない、ずっと信号だよ、信号。パニパニは分かってるんですか、パニパニ。パニパニなんですか、パニパニ言ってください。じゃパニパニ何ですか。パニック、パニック。そう、パニックしてる。ほうほう、脳がパニックして。そっか、そんなドヤ顔で今ドキドキされてましたよね、今。それではチームラボの最新作をご覧いただこう。最新なんですよ、最新の作品で。まだまだ、しかも作ってる途中なんですけど。あ、変化してってるんですか、まだ。そうそうそう、ちょっと酔う時もあるんじゃないですか、あまりにものこう、なんかこうもう悪くなって、なんかこう、なるほど、悪くなるかもしれない。気分が悪くなって本当に言っていい、失礼。松永たけしにとってアートとは、一番僕にとって一番感動させられるものです。こうやって鳥肌を立てさせてくれるものです。なるほどね。やっぱもう見せられたらもう動かざるを得ないでしょ。負けれないでしょ。なるほど。だから僕をこう振り立たせる。これがないとね、僕は本当ね、ずっとパチンコばかりやってるんですよ。本当にね、こういうのやっぱ本物を見て、佐賀見に行きますけどね。はい、佐賀から帰ってきたら俺ちょっと怖いよね。あ、目が？この辺全部やってる。もう動かしてる。何をですか。いや、作ってるって言って、もうカラス飛ばしてるよ。カラスじゃパクってますよ。いいのオッケー、それもありだ。そう、猪子と敏行にとってアートとは、なんかね、こう人はいろんなことに感動してると思うね、多くのことっていうのはその感動の理由が、なんとなく言葉で説明できる。でも中にはその簡単に言葉にできない感動みたいなものがあったり、その言葉で簡単に説明がつかないけどその感動するようなもの、それは感動してるかどうかすらもわからないけど、心が結果的に動いてるようなものを作れたらいいな、人に与えられる、はいはい、ね。お二人で、はい、じゃあ熊本っていうのを題材に、どうですか、そういうふうな。やりたいよね、なんかね、一緒にね、熊本でね、なんかあれじゃないですか、九州暑いっすよね、人がね。熊本っていうテーマでなんかこう、ね、みんなで、ね、熊本ね、人たちとやれたらいいよね。クリエイターとかね、チームラボ熊本です。そう、そういうこと。チームラボ熊本、とにかくやろう。動き出しますよ。動き始めました、疲
作りますよ明日から。ぜひ最後じゃ握手して。はい、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。チームラボの作品お絵かき水族館が3月25日からキャナルシティ博多に登場。最先端のアトラクションを生で体験しよう。キラーチュー。